じゃじゃーん。今回飲むのは、静岡のパーキングエリアで買いました、うなぎコーラです。うなぎエキス入り。なんでうなぎのエキスを入れたの？これは。わけがわからん。うなぎコーラ。原材料名が加糖ぶどう糖液糖とうなぎエキスと炭酸とカラメル色素と香料と酸味料。製造所が、製造者が木村飲料株式会社、静岡県の会社です。謎だね、これ。なぜか静岡に売ってるんですよ。あ、まあ、静岡のあれだからか。静岡ってうなぎが有名なんですかね。ちょっとわかんないですけど。なんでコーラにうなぎを入れたんだ。でもなんかあんまり、なんかあれだな。静岡茶コーラもあんまりうまくなかったしな。じゃあいただきます。乾杯。あ、なんか。なんだこれ。なんか変な香りがする。なんだろう。普通のコーラのよりちょっと甘くないんだけど。で、香りがなんか、ちょっと独特だね。独特。でも別に普通のコーラと大して変わらないっちゃ変わらない。静岡のお土産に夏バテのお父さんに喜ばれそうです。だって。それ、うなぎパイとかもあるけど、あれ、なんか、なんなんでしょうかね。うなぎ。2015年に発売したやつみたいです、これ。うなぎコーラって。2015年の7月の21日に発売したやつらしいです。めっちゃ新発売。うなぎコーラ。ネット上ではご飯に合いそう、うな重のタレにしか見えない、などと、話題になっています。開発したのは静岡県の島田市の、木村飲料。これまでにもカレーやわさび、緑茶味の炭酸飲料を世に出してきました。大手が100人中97人美味しいという商品を売り出すなら、我々は残りの3人が美味しいという商品を作ろうと話すのは社長の木村秀文さん。単なる話題作りでなく、地場の中小企業ならではの戦略がありました。今回発売されるうなぎコーラは、コーラ味の炭酸飲料に、うなぎエキスを加え、飲んだ後に蒲焼き風の香りがする商品です。するかな？もうなんか慣れてきて、なんか普通のコーラに見えてきた。企画から発売まで、かかった期間は3年。最大の難関はうなぎエキス特有の香りでした。飲んだ後にほのかに香りを工夫し、飲みやすさと面白さを両立させたそうです。味は普通のコーラとそれほど変わらず、夏でもごくごく飲めるように仕上がったと言います。
あ、わさびラムネと、あのカレーラムネは聞いたことあるな。ここの会社はなんか面白いの作るね。ちょっとカレーラムネ飲んでみたいね。カレーラムネ。これもキムラ飲料の会社のやつですけど。なるほどね。まあでも確かにあれだよな。わからんでもないね。大手が100人中97人おいしいという商品を売り出すなら、残り3人がおいしいという商品を作る。これはわからんでもない。まあ分からんでもないですね。分からんでもない。うん、ただ、このうなぎコーラはこれ、全然うなぎの味ってそこまでしないから、もうちょっと、もうくっさーぐらいのレベルにした方がいいと思うけどね。まあそうすると値段上がっちゃうのか。もちろん飲んで、うまずっていうぐらいのレベルにしないと。これは、正直言って、大して、まずくもないんで、普通に飲めるレベルなんで。てか、普通のコーラともう変わらないレベルです。まあ、カレーラムネはちょっと、あれやな。飲んでみたいね。その後、伊豆半島の名産であるわさびを使った、わさびラムネや、社長の好物であるカレー味のカレーラムネなどを発売。いずれも社内の営業マンからは、こんなもの売れるか、今度こそうちは潰れるといった反対の声が上がったそうですが、社長は押し切りました。これはな、そりゃそうだな。もう大手がもうやり尽くしてるからね、大体ね。ネタで走った方が、ね、確かに。でもネタで走るんだったらもうちょっとほら、もうちょっとまずいやつ作ろう。作った方がいいと思う。もうもっとまずいやつ。もうカレーラムネとかだったらもうめっちゃカレー味みたいな。うえみたいな。そっちの方が話題にはなる。これはうなぎの味ってそんなにしないっていうか、別にしないんだけど。するかな？うなぎの味するかなっていうレベルなんだけど。てか、これがうなぎの味なのかなっていう、なんか謎の香りがするだけ。ほのかにするだけで、なんか別にっていう感じ。うん、でも、その点、このカレーラムネとかはいいよね。カレー粉入れるだけでいいんだから。適当にバババーっと。ね。コストもかかんない。わさびラムネだったよ、お前。わさびのなんか、ね、粉末入れりゃいいだけなんだから。
でもこのうなぎのエキスって結構高そうだな。結構これはコスト的にかかると思うし、コスト的にかかる上になんか別に大した味でもねえし、パンチ力もねえし。これは多分来年にはもうなくなってるんじゃないかな。これは売れないと思うぞ。ネタ、もうちょっとネタに走らないと多分売れないと思います。僕は。ちょっと香りが弱すぎるな。ということでご視聴ありがとうございました。